ははいえどうもこんばんば日本一のスピッツマニアです。えー、今朝も動画のタイトルとサムネイ見れば分かると思うんですけど、スピッツ入門をね。 やっていきたいと思いえす。まあ、どういったことをやるかっていうと、この動画でね。まあ、冒頭でも言ってね、僕ね、日本一のスピッツマニアなんですよ。もうスピッツに関しては誰にも負けないぐらい詳しい自信がありますし、スピッツに関しては誰にも負けないぐらい大好きな自信もあります。まあ、そんな男が、まあ、ね、スピッツの魅力を伝えていくっていう動画になります。はい。で、最近なんかスピッツってちょっとブームになってきている気がするんですよ。まあ、あの、コナンの映画の主題歌やったりとかで、まあ、今までスピッツ聞いたことない人たちが、あの、コナンのね、映画の主題歌を聞いて、おなんじゃこれめっちゃいい曲や。 誰これスピッツなんだみたいな感じで、スピッツいいなって思ってる人増えてると思うし、で、スピッツに関して興味の湧いた方も多分増えてると思うんですよ。で、僕はもう、あの、最近好きになったわけじゃないし、もうずっと前からスピッツ好きなんで、まあね、そういったあの、その、スピッツいいな、ってスピッツ興味湧いてきたなと。で、スピッツちょっとアルバム聴いてみようかなって思ってる人多分増えてると思うし、まあそういう人たち向けに、まあね、この、えまあ、詳しいんで僕ね、そう、あの、こういったアルバムがあるよとか、そう、こういった聴き方すればいいよみたいなのを、 まあちょっと教えて、えー、いけたらなと思います。はい。で、まあ、そういうね、あのー、スピッツちょっとガンガン聞いていくぜっていう人向けにこの動画やってるんで、まあ、そういう意欲的な人は僕大歓迎です。ちょ、スピッツのマニアになってみようとか、スピッツ詳しくなってみようって思ってる意欲的な人は僕大歓迎なんですけど、僕ね、あの、庭科野郎が大嫌いで、そう、あの、ベストバン止まりのクソにわかは僕、本当に、 消え去ってほしいと思ってるんで。まあそういうやつは本当にスピッツ聞かなくてもいいと思ってるし、まあライブとかも来ないでほしいです。はい。正直。うん。まあそんな感じで、まあ、ちょっとあの、そういうにわかろうは、ちょっとこの動画見ないで。気持ち悪いから。うん。まあそういう意欲的な人、そのスピッツ、ちょっと聞いてみようって。ちょっと詳しくなってみよう。全部ね、ちょ、網羅してみようって思ってる人向けに、 やっていくんでね。そう。えー、まあちょっとね、前いが長くなるんで、まあここで止めておきますけど、まあちょっと早速ね、スピッツにもやっていきたいと思いやす。まずはじめにね、スピッツっていうバンドはどういったバンドなのか、軽くね、解説します。まあ詳しい話は Wikipedia を読んでください。まあここでは軽く解説するんだけど、まあね、1991年の3月の25日にメジャーデビュー。まあこの2つの作品をリリースします。えー、こっちはね、ヒバの心っていうシングルでして、こっちはね、スピッツのスピッツっていう、まあバンド名がタイトルのアルバム。この2作を出してメジャーデビュー。 するわけなんですけど、まあ最初のうちはね、そのなんか、いきなりデビューして、いきなり売れ出したバンドじゃないから、結構下積みがあったんじゃないかなって思いますね。まあロビンソンっていう、まあね、あの名曲が、まあ95人に出るわけですけど、まあそっからまあ4年間ありますけど、まあここの4年間は多分すごいね、下積みだったんじゃないかなと思いますね。そう。で、まあね、あのそんな感じでまあロビンソンが出て、まあチェリーが出て、で、なんか空も飛び出ずが、まあロビンソンの前に出たシングルだけど、まあね、あの、 ドラマでなんか使われたかなんかで、まあ、リバイバルヒットして、みたいな感じで。で、まあ、いろいろあって、で、まあ、たくさんの作品を出して、で、現在に至るっていうね。すごいなんか、あの、ざっくりとした解説になるんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、デビューから現在までっていうのは、こんな感じです。まあ、詳しいのは本当に長くなるんで、まあ、30年以上やってるバンドだから、まあ、本当にここではね、語りきれないんで、まあ、あの、ぜひ、ウィキペディアとか読んでください。はい。で、まあね、メンバーの紹介もしたいと思います。はい。ちょっと、メンバーね。 あの、ウィキペディアを見ながら解説する。まあ、ここもね、あの、メンバーを軽く解説します。はい。えー、まあね、一人目。まあ、草野正宗さんですね。まあ、これはもうね、もう、スピッツといえば、草野さん。まあ、スピッツ、そんな詳しくない人でも草野さんは知ってる人多分多いと思います。まあ、この人はまあざっくり言うと。まあ、僕、本当に、僕の印象なんだけど、まあ、声がいいっすよね。うん、ま唯一無二。そう。これ、どっから出してんのこの声みたいな。すごい独特な声だし。まあ、スピッツってその、 あの、チェリー・ロビンソン・ソロモト・ベラズしか知らない人そのスピッツに関してあんまり詳しくない人からすると、なんか綺麗な声の草野さんのフォークソングのバンドみたいな印象がある人多いと思うんですよね。そう、なんだけどスピッツって、ね、ロックバンドなんですよ。そう。まあ、パンクバンドって言ってもいいかもしれないぐらい、すごいなんかね、そう、パンク色が強いんだよね。そう。だから、なんてうんだろう。あの、ほんで、スピッツの,あの草野さんの声さ、あの、ロックに合うのって思う方多いと思うんだけど、これが合うんですよ。 そうロックなんだけど、激しいね、エレキギターのサウンドとかの曲も多いんだけど、そのエレキギターのサウンドにもこの草野さんの綺麗な声って結構マッチするんですよ。合わないようでめっちゃ合うんですよね。そう。だからやっぱりこの草野さんの声ってやっぱその、すごい魅力的なんですよね。僕も草野さんの声大好きだし。でまあ草野さんはね、まあ声もいいんだけど、まあギターもうまいんですよね。そう。ギターも僕上手いと思います。うん。あの、まあ、 これ、次紹介するそのミワさんっていうギタリストいるけど、まあミワさんにも劣らず、すごい良いテクニックだと思いますね。うん。まあすごいちょっと変な上から見せるんですけど、うん。あの、すごいいいんですよね。そう、そんな感じで、まあ本当にギターもうまいし、声もすごい良い声だしみたいな、そう、最高のボーカリストですね。うん。次はですね、ミワ哲也さんですね。まあここに画像を載ってるんですけど、まあギタリストですね。まあこの人ね、まあここに画像あると思うんですけど、まあ見た目マジでいかついんですよね。 僕もスピッツ詳しくない時は、え、スピッツにこのギタリストは場違いじゃねって思いました。本当にまあ、このミワさん以外は、まあ、風貌がめちゃくちゃ普通な人たちなんですけど、このミワさんだけがね、なんかいかつすぎて、え、この人、ちゃんとこのバンドでやっていけてんのかなって、正直思いました。うん。あの、詳しくない時期ね。だけど、まあ、スピッツ聞き出して、詳しくなり出して、えー、まあ、スピッツ好きになり出して、あの、ミワさんの印象はね、もう本当にガラッと変わりまして、 やっぱりそのスピッツに必要不可欠な存在ですよね。まあ、この人はもうその、アルペジオがやっぱりいいっすよね。もうアルペジオの名手ってもういろんな人が言うけど、僕もそう思います。はい。まあ、この人はね、その、風貌はいかついんだけど、めちゃくちゃプレイは繊細なんですよ。この人ミスったことないんじゃないほとんど。そんぐらいすごいなんか繊細で、なんか技術もあって、すごいね、なんか、 いいんですよね。この人のフレーズ。まあ、ロビンソンのね、イントロ、まあ、聞いた方、わかると思うんですけど、本当にすごい、印象的だし、インパクトがあるし、やっぱりすごいなんか、フレーズが、すごいね、うまい人、だと思います。ざっくり言うとね。そう、まあ、ミワさんの魅力は本当にここでは伝えきれないんで、まあ、いつかミワさんのね、フィーチャー動画も出そうかなって思ってるぐらい僕、ミワさん大好きなんですよ。 うん。まあ、そんな感じで、ざっくり今日はね、ええー、解説します。で、次。えー、田村さんですね。田村昭宏さん。はい。ちょっと下の名前、分かんなかったけど、この人はベースの人ですね。まあ、この人は、その、さっき、美輪さんがね、すごい、いかつい風貌って言ったじゃないですか。美輪さんってライブではすごい大人しいんですよ。そう。すごいあの、繊細にね、弾く人だから、すごい技術的な人だから、そんなにんか暴れ回ったりしてないんですよ。まあ、暴れ回りそうな風貌してるけど、全然暴れ回らないですけど、このね、田村さんっていうベースの人はめちゃくちゃ暴れ回るんですよ。 ミワさんが見かけは暴れそうなのに、タムラさんはおとなしそうなんですけど、めちゃくちゃ暴れわるんですよ。め、一番動き回ってるんですよね、ライブでも。そう。まあ、ベースでそんな動き回る必要ないんじゃねって思うぐらい動き回ります、この人ね。だけど、動き回ってるだけじゃなくて、ちゃんとね、あの、プレイしてるんで、そう。まあ、この人も、まあ、僕はベースは詳しくないんですけど、まあ、この人もすごいね、フレーズ、すごいいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと詳しくないから、あの、すご語りはできないんですけど、まあ、この人も、 かなりね、そのなんか印象的なベースラインというか、そう、まあ、ざっくり言うとね、そう、えー、そんな方ですね。まあ、べ、あのー、なんていうの、ライブで動き回る人。うん。で、最後、崎山さんですね。崎,崎山達夫さん、ドラムの人ですね。まあ、この人のプレイはすごいなんか、あの、あれですね、あの、ドラムの種類、結構多い人なんですよね。まあ、僕ちょっとドラムも詳しくないんで、すごいざっくりとしたね、も、ま、う、あ、本当に素人目線の意見なんですけど、この人のプレイっていうのもすごいなんか、 激しい。なんかね、すごい、うまいんですよね。うまいとしか言いようがないというか、僕、申し訳ないです。あの、ドラムは詳しくないんで。そう、ギターは僕はあの、ギタリストなんで、大体わかるんですけど、ちょっとね、ベースとギあのドラムに関してはちょっと、これぐらいしか喋れないですね。そう。そんな感じですね。まあ、この人は、そのまあドラムのプレイは多分、もちろん、うまいと思うんですけど、そう。あの、この人ね、あの、コーラスもするんですよね。そう。ライブで。そう。だから、草野さんの後ろで、 コーラスとか、まあその、ハーモニーパートを歌ったりとかで、まあドラム叩きながらやれるし、で、この人ね、歌声めっちゃいいんですよ。そう。この人が歌った、あの曲みたいなのをあの、何曲あって、何曲あるっていうか、まあ2曲だけなんですけど、まあここで話すとちょっと長くなるんで、割愛するんですけど、まあこの人は歌もうまいんですよね。そう。まああの、宮さんと田村さんはそんなに歌える人じゃないんですけど、この崎山さんはめちゃくちゃ歌える人なんですよね。 まあだからコーラスやってるんだろうなって思うんですけど。まあそんな感じの、まあ歌えるめちゃくちゃ上手いドラマーみたいな印象ですね、僕はね。はい。そんな感じで、まあメンバー4人ですね。まあこのメンバー、この4人から、今まで、あの、なんかメンバー新しくなったりとか、抜けたりっていのもなく、4人でね、ずっとやってるバンドですね。ほんとこういうのは宝ですよね。羨ましい。うん。まあそんな感じの4人でした。 はい、えー、お次はですね、スピッツのおすすめのアルバムの紹介になります。まあ、この動画のメインなんですけど、まあね、さっき紹介したこの、スピッツのスピッツっていう、まあ、ファーストのアルバムから、まあ、オリジナルアルバムを17枚出してるわけなんですけど、まあ、この、ね、スピッツのスピッツから、順番にねえ、聞いていくっていう十七作をね、聞いていくっていうやり方もまあ、ありっちゃありなんだけど、まあ、かなり根性がいると思いますし、で、まあ、挫折もしやすいんじゃないかなって、 僕思いますね。まあ、僕もこのスピッツのスピッツから順番に聞いたわけじゃないんで、そう。なんで、まあやっぱベストからね、入るのがいいと思います。まあどのバンドもそうだけど、スピッツに限らずね。そう。で、ベストはね、3枚出てます。はい。で、まあベストから聞いて、オリジナルアルバムを聴くみたいな、そう。えー、やり方がいいんじゃないかと僕は思いますね。うん。で、まあ3枚出てて、で、この緑の方、これがまあ1枚目。あのー、まあファーストのひばりの心から入ってるやつですね。 えー、まあこれが、えぇ、ー、ま九、あ、91年から97年の、えー、シングルが入ってるベストですね。で、えー、2枚目、この肌色かな肌色のこれ。えー、これが97年から2005年のシングルが入ってるベスト版。で、3枚目、まぁ、あえー、一番新しいやつですね。これが、まあ2006年から2017年のシングルと、でね、このベスト版にしか入ってない曲っていうのも、まあ3曲入ったりとかで、まあ。 ほぼね、あの、ベストワはシングル曲だけ。うん。メインはね。そんな感じで、まあ、シングル曲を聴くのはもうこの3枚から。えー、3枚買えば、まあ、網羅できるっていう感じですね。そう。で、まあ、例えば、あの、このね、緑の、えー、ベストワン聴いて、で、これでね、えー、まあ、青い車っていう曲、好きだなって思ったら、まあ、空の飛び方っていう、えー、アルバムを買って聴くとか。まあ、この、シングルで気に入った曲を、えー、のアルバムを聴くみたいな。そう。まあ、この2枚目で言うと、 まあ、冷たい保護って曲が入ってるんですけど、まあ、この冷たい保護、いいな、このアルバム、えー、この冷たい保護ってどのアルバムに入ってるんだって思って、あ、フェイクファーなんだって、フェイクファー聞くみたいな感じで。そう。気に入ったシングルが入ってる曲、アルバムを聴くみたいな。まあ、僕もそのやり方でやりましたね。うん。まあ、そういう聴き方がいいと思いますね。そう。えー、まあ、そんな感じで3枚出てます。はい。まあ、これもサブスクでこの3枚出てると思うんで、まあ、聞いてみてください。で、まあ、この3枚を聞き終えて、 で、まあ、そのね、さっき言ったように、その、好きなシングルが入ってるアルバムも聴いてみたいな。で、やっていって、で、まあ、その次のステップですね。その次のステップで、まあ、あの、オリジナルアルバム。まあ、さっき言ったように、その、好きなシングルが入ってるアルバム聴くっていうのもいいんだけど、2枚だけね、ちょっとね、必勝レベルの2枚があるわけですよ。うん。まあ、この2枚は、正直、ベストじゃなくても、その、ベストからじゃなくても、この2枚からでもいいっていう2枚があります。まあ、 言わずもなんですけど、この2枚ですね。はい。蜂蜜ってアルバムと、このインディゴ地平線ってアルバム。まあ、この2枚は、あの、ま、こっちにはロビンソンが入ったりとか、で、こっちにはチェリーが入ってるんですよね。まあ、この2枚は、ぶっちゃけその、ベスト、まあ、ベストから聴くっていうやり方と、まあ、この2枚から入るっていうやり方。僕はね、この2枚から入ったんですよ。まあ、厳密に言うと、この蜂蜜から聴き出したわけなんですけど、僕はね。ベストからじゃないんですよね、僕は。そう。 で、まあ、この2枚から入るっていうのもめちゃくちゃあり。まあ、どっちか皆さんが選んでください。はい。まあ、この2枚はなんで必聴なのかっていうと、まあ、スピッツのアルバムで一番売れたアルバムなんですよ、この二枚が。そう。まあ、こっちの、こっちが一番売れて、こっちが二番目に売れた。まあ、ミリオンセラーのアルバムで。まあ、この2枚はもう、その、にわかレベルでも知ってる人が多いというか、まあ、この2枚持ってる人多分多いと思うんですよ、スピッツ詳しくない人も。そう。だからこの2枚はすごいなんか、 あの、メジャーというか、まあ、聞いてなきゃお話にならないみたいな感じのレベルのところまでありますね、この2枚は。だからまあ、ぜひ、この2枚からっていうのもおすすめですね。そう。まあ、これは結構まあね、いや僕も聞きました、こっから。そう、こっからハマったし、まあ、そう、そんな感じでかなりおすすめです。で、この5枚かな、やっぱ。そう。まあ、この5枚をまあ、買うとか、まあ、サブスクでダウンロードするとか。 もこっからが、ま、入門ですね。で、こっから気に入って他のアルバムみたいな感じだと思,思いますね。で、まあ、スペッツのアルバムって、ま、あ本当に、どの作品も名作なんですよ。どのアルバムから聞いてもぶっちゃけいいんですよ。ぶっちゃけ。なんだけど、だから、そう、まあ、この5枚買って、で、まあ、シングル、えー、まあ、この2枚に入ってないシングル曲、えー、が入ってるアルバムを聴くみたいな感じのやり方。まあ、これで多分もう、網羅できると思うし、まあ、もう、もう、その時点でもうかなり好きになってると思います。 え、そんな感じで、まあ、この5枚ですね。うん。はい。ぜひ、聴いてみてください、という感じで。まあ、僕から言えるアドバイスっていうか、まあ、スピッツの聴き方は、こんな感じかな。僕は、そのさっき言ったように、この、あの、みつから入った、あの、ファンなんで、僕は。うん。まあ、悪くないと思います。はい。という感じで、他に語ることっていうと、まあ、スピッツは最高ってことですね。もう、ぜひ、あの、アルバム、網羅してほしいです。17作。もう、どの作品も、 あの、全然いいんで、マジで。もう、スピッツはスピッツから聞くのも全然ありなんですよ、ぶっちゃけ。僕はやったことないから、ちょっとわかんないだけで。そう。まあ、そういう聞き方も全然ありだと思うし。うん。ぜひね、スピッツ、楽しんでほしいと思います。まあ、サブスクでね、全曲、公開されてるはずなんで。うん。ぜひ、えー、聞いてみて。僕のね、このスピッツコサンマニア TV、え、の面白さも、多分ね、倍増すると思うんで。はい。ぜひ。 えー、スピッツ楽しんでくださいという感じで、まあ日本一のスピッツマニアのね、このスピッツ入門いかがでしたでしょうかはい。まあぜひぜひね、えー、こういったシリーズもやっていきたいと思います。まあスピッツに限らずね、他のバンドやっていきたいと思います。はい。もうちょっと喉が疲れたんで終わるわ サーィー「生かした波はいつか来るからライト」「叫んだ i l o v you は波音を取って知ってる」「社会に出るつらさで酔いざめのギター」「よく聞きあさりほがれ」「会ってすぐディナー」